皆さんこんにちは。先ほどの、1本目のね、ビデオに、引き続きですね、2本目の動画になります。今ね、ここのね、もしの2本目のね、動画からね、こう今ね、見始める方がいたらですね、一応ね、1本目の方からね、ひょっとしたらね、見ていただくのかね、特にね、オールド・コールマンのね、分解をね、ちょっと最近始めましたみたいなね、方はね、特にね、1本目からね、見ていただくとね、いいかなと思います。基本的にね、1本目、そしてこの2本目もね、初心者向けのね、これ、まあ、分解、説明のね、動画になってます。今日もね、このワークショップの中はね、寒い、今ね、外はね、多分外気1度かね、それぐらいなのですね、このね、コールマンのね、ガスボンベ式のね、これヒーターね、使ってます。これ非常にね、柔らかいね、まあ、なんでしょう、まあ、熱というかね、これぐらいでね、手をかざしてもね、ほんのりとね、ちょうどこう、あったかい程度ですのでね、これはね、結構ね、便利です。今年のね、冬、これ初めて使いましたね。何年か前にね、これ、フリマで、買ったものでね、使ってなかったんですけども、今年のちょっとね、冬を使い始めてね、いい感じです。さてね、一応ね、本題ですね。ここのね、一応前説明としてね、お問い合わせ YouTube のね、まあ、見ていただいている方からね、この208ランタンのこのバルブがどうしても取れませんということでね、どうやったら取っていいんですかっていうね、それにお答えする、説明動画です。さてね、一応ね、ここですよね。これが取れないってことはですね、基本はですね、ここのね、フレームも取れなければカラーも取れない。そしてね、おまけにここの、願わくばね、おそらくこのね、バルブを外してね、フィードチューブですよね、燃料を吸い上げる、チューブをね、これ、クリーニングしたいっていうのがね、一番のね、目的だと思うんですけども、ですね、これもちょっとね、次なんですけどもね、最近あんまりこの手の年式のモデルはね、まあ、整備はね、する機会ね、少なくなってましたのでね、今ね、ちょっとどこにあったかな、これ、ちょっと探してたんですけどね、この辺りがね、まあ、このモデル用のね、これね、フィードチューブですよね。こんな感じでね、これもね、オールドストックの古いものでね、なってますので、ちょっとね、この酸化してね、色が汚くなってますけどもね、こんなものがね、入ってます。ですのでね、あとどうでしょう。この辺りはおそらくね、ストーブ用のね、これはね、確か、フィードチューブだと思うんですけども、そうですね、多分これはね、形からいくと、これはね、ストーブですね。これ、ストーブ用のもので、こっちがね、
この20系のものですね。こんなものがね、ぴょんぴょんとね、ここ、入ってましてね、ここの部分ですよね。確かにここはね、固着してね、いろんなものがね、くっついて何かこう、サンゴ礁みたいにね、びっしりこうなってるような場合もね、あるのでね、ここはね、機能してないとね、当然、燃料がね、正常に吸い上がってこなかったりとかね、全く吸い上がってね、来なかったりすることがありますのでね、まあ、ある意味ね、まあ、必須なところですよね、ここはね。ですのでね、一応ね、ここをね、確認せずしてね、整備しましたとかね、っていうのはね、ちょっとあれですよね。さて、じゃあね、ここでね、問題のここですよね。でいくつかね、これね、まあ、これもまた注意点なんですけどもね、ここの真鍮パーツ、イコールね、まあ、柔らかいっていうことですよね。例えばね、これ、今ね、こんな感じである部分ですよね。ここね、一見これならね、一応まあ金属ですのでね、頑丈だろうとね、過信される場合がね、多々あるんですけども、実はね、これはね、まあ、非常にこれ柔らかい金属ですので、変にね、こんなものをね、例えば入れてね、クッとね、力ずくでやった場合ね、素手でもね、こう歪んでしまうぐらいのね、その程度の強度がね、この真鍮です。ですのでね、まあ、利点はまあ熱に強いっていうことですよね。そしてまあ柔らかいっていうことでね、まあ、ゆえにね、こういったようなね、火を使う、まあ、ランタン、ストーブ、その他もろもろだと思いますけども、のパーツをね、作るっていうことに、ではね、すごいね、まあ、いい素材ですね。ただね、反面、そこがね、舐めたりね、曲がったり折れたりでね、した場合はね、これはね、結構、なかなかね、大変なことになってしまいますのでね、そこをまずね、この頭の中にね、入れた、状態でね、取り組むのがね、賢明です。さてすいません、また生意気がね、長くなりまして、じゃあここでね、外す方法。一つはね、ここのね、ところですよね。これ回す方法ですよね。先ほどね、出てきた、このね、まあ大きなね、レンチですね。おそらくね、ここまではね、大きくなくてもね、大丈夫だと思うんですけども、まあこれぐらいのものとかね、このあたりはね、一応ね、何でしょう、使ってね、まあさっきね、この、1本目のね、動画で、このチューブをね、外した要領で、この、まあ、90度の関係ですよね、持って水平に回して外してあげるという、まず、まあ、構想というかね、考えというか、おそらくね、質問いただいた方もね、そんなのをね、試みたのかななんてね、ちょっと今想像してますけれども、この場合、こういったような、位置関係ですよね。こういう感じで。して、回すと、ここですよね。で、もちろんね、ここ今、こういう感じでね、ブカブカというかね、こういう感じですね。何かをね、じゃあちょっとかましてやってみようか、という場合ですよね。その場合はね、可能性的にね、
外せる可能性もね、まあ、少なからずやあると思うんですけども、それ以前にね、今、前置き説明した通りですね、まあ、仮にこんなものをちょっと挟んで、これでね、じゃあちょっと回そうかっていう、場合、これはね、まあ、どちらかというとね、一番おすすめしない方法です。ここの部分を外すっていう意味ではね、一番おすすめしない方法ですっていうのはですね、ここ今ね想像つくと思いますけど、この部分ですよね、ここね、クリーニングニードルがね入ってた部分ですね。ここはね、これ中空になってるますので、例えばですけども、こんなものでね、何か道具あるかな、これ使えそうだな、なんていうことでね、仮にこうね、入れて、こんな感じでね、まあ入れて、少しこれ今ブカブカですけども、ちょっとこれじゃゆるゆるだから、ちょっと一個、下のもので今度、やってみようかな、なんていうことでね、ワンランク、小さいのものをね、じゃあこう入れてみたところ、まあ、こんな感じですよね。今ね、いい感じでね、こう、入ったかななんてね、感じですよね、これだとね。ですのでね、じゃあちょっとこれでやってみようかよ、ということでね、やった場合ですよね。さっき言ったようにね、緩む可能性もありますけれども、結果ね、起こり得るという、ことはですね、緩むイコールね、ここのね、部分ですよね、このレンチの当たってね、特にね、この力のね、負荷の入るこっち側ですよね、自分側のところがね、へこんで傷がついて、まずね、最悪の場合はね、円が楕円形にこう潰れてしまう、そういう可能性がね非常に高いです。そうなった場合はね、どうでしょう、もうね想像した通りね、もうこれがまあ入らないっていうことですよね。そうなるとね、無理やりね、はい、入れてね、まあ、なんとかね、ぐい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 とね、回して、そして先ほどに言ったように、これブラス柔らかいですのでね、こう、楕円形になったところにね、無理やりぐっとこう入れてね、こう、回してあげるとね、これがね、またクッ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 とね、広がって収まることもね、十分あり得るんですが、ただね、もうその時点でここ、ここからはね、間違いなくね、まあ、リーク、当然もう安全上もですね、これは、よくありますのでね、基本的にはそこをね、潰してしまった場合はもうね、これをもう変えるしか、ないですね。ですのでね、そうならないためにね、今言ったようにね、こういったものを使ってこれをこの位置に、ね、刺して回すのはね、ここの部分、このモデルですね、に関してはダメですよっていうね、代表的なね、方法です。それに対してまたね、同じようにね、こじゃあ今度こっちの方のね、ところですよね、ここもね同じようにね、まあ理屈同じなんですけどもね、どっちにしてもね、なんとなくはまる、こんなね、電池がね、あったとしても、結果はね、同じ可能性が一番ありますのでね、いずれにしてもこれもダメっていうことです。じゃあ次にね、この2つ目、方法ですね。これはね、どうでしょう。今はね、まあいろんな、こう、どうでしょうね。まあ例えばチェックバルブをね、外す道具、
昔はね、ですね、まあ今もどうでしょう。私なんかはね、ある意味ちょっとこだわってね、この古い当時のこの、ね、まあリペアマンの人がね使ってたこの古いものをね、あえて使ってたりするんですけども、あとはまあ皆さんね結構もう日本でもね出回ってるこんなね、タイプですよね。まあネジがねついて、そしてしっかりと固定して回してあげると、もうこれはねもうほぼね問題なく外れるっていうね、これはもう優秀な、もうチェックバルブレンチですよね。時とともにね、こんなものがね、世の中にこう出てきてますんでね、今でこそね、いいんですけども、一昔前、まあもうそれでも15年20年とかね、それ以前の話になりますけどもね、まあこんなようなねチェックバルブツールにね例えると、こんなようなね便利なものがない時代、っていうのはね、まあいろいろなね、こちらでもね結構ね、有名なこのリペアをやれる方とかね、私も昔ね直接訪問してね、ねいろいろ教えてもらったりね、したような、方々がいましてね、まだねそんなような、ね、時代はね実はねやっぱりこういったものをね、駆使して、まあ外してたっていうような、時代でしたね。ですのでね、一応そのようなね、まあ時代の時の外し方はですね、まあこの手を使うんですけれども、ね、ここをね今ね見ていただくと、ね、どうでしょう、ちょっとね見えづらいかもしれないんですけどもね、唯一ここのパーツでいくとですね、ここのジェネレーターの穴はまるとこですよね。そしてここ先ほどユニティチューブの入ってた部分、そしてここが、クリーニングレバーの入る部分ですね。ここの間にですね、わずかにねここのところです、ちょうどねここのところがねちょうどね、フラットになってるね、四角になってるね、ここの、部分があります。ですのでね、ここが唯一ね、こんなようなね電池を差し込める、まずスポットなんですね。で当時先ほどねこういったようなまだ、凝った、便利なツールがなかった時代でいくとですね、そのパターンでいくとねここですよね、ここにね、まあ、合うレンチですね。これでね、いくとね、これはね、16分の9っていうね、これ、インチサイズのものがね、一応にね、ここにこう、入ります。で、あとはですね、どうでしょう。ミディのね、電池の場合ですね、あいにくね、私の方はね、ミディのね、この手はね、ちょっとねこう、まあ、必要ないというかね、まあアメリカの方はねこのインチはスタンダードですので、ね、このコールマンなんかね含めて、あとはまあ車なんかも含めてね、全部ねインチ設計でね作られてますのでね、そんな感じでね、ミディはねあいにくね、まあ何本かみたいな感じでねこれは持ってますけども、そんな感じでミディはねのレンチを使った場合、ね、実際ねどのものがね合うかはね今ねね分からないんですけども、ついでにね今ねねちょっとタイパーをね使ってね、測ってみますね。
でこれでいくとね、今、正確にここのね、先ほどのフラットの部分のね、ものはね、これはそうですね、 0.50 インチなんで、まあ単純にね、センチにでするとですね、1.25 センチですね。これ、まあ、ハーフインチですのでね、1インチ約ね、2.5 センチですのでね、約ミリにするとね、ここの幅、1.25 センチですね。ここの幅ですね。ですので、ね、ミリはな、ミリの、レンチを使えばですね、この 1.25 幅がね、まあ、ジャストフィット。するかなっていう感じですよね。インチですとこのね先で言うとね、16分の9ですねが合う感じです。ですね、一応ね、これがね、先ほど言ったね、まあ一昔前ですよね。まあ私がね、直接まあ実験していただいたね、型なんかも含めてね、一応この方法をね、取ってたのがね、その時代です。このね詳細にねついてはね、ライティングコールマンのね、ウェブページにもですね、もうずいぶん前になりますもね、ちょっとね写真入りでね、説明がありますのでね、そっちをねまた合わせてね見てもいいかなと思いますけども、この場合ですよね。まあどうするかというとね、もう、今ここにね、もう想像つく通りね、ここをですね、今どうでしょう、見えますかね、一方のとこですよね。ここにね、まあ要はね、バーをね、ちょっとこれは入りませんけども、バーをね、入れてククッとね、回す。要はこれと一緒ですよね。こう押さえてて、バーを入れてあげて、回して外すと。一応ね、これがね、その時の時代のスタイルですね。それですね、実はね、この方法もね、まあ、やってみるとね、よくわかるんですが、意外とね、難問があります。すいません、ね、ちょっとね、侵入者がいましたんで、それはね今ねこう見ても分かるようにね、このタイプのね、レンチ、まあ少なからずはね、これ私のこれね、使ってるものですね。おそらくこれではねほぼこういう形状してると思うんですけどもね、こういうものに対してねちょっとね斜めに角度がついてる都合上ね、今ここにね入れるとどうしてもねこんな感じで、傾く形でねこう収まります。ですのでね、ここのところにね今、バーを入れてね、まあ、鉄の棒でもね、何でも構わないんですけども、ですね、こんなねこれ今ねこれアルミのね棒ですね。最近これ実はね、最近ちょっとこれ拾ってきたんですけどもね、意外とね、こんなものをね、旋盤で削ってあげたりとかするとね、意外とものにね、便利な道具にね、変わっちゃったりしますのでね、ちょっとこう拾ってきたんですけども、こんなやつをね、仮にこう、入れてね、回して外すというところですよね。まあ同じようにこれ時計塔を逆さ回りで外しますけども、関係的にはね、
こういう角度に入って、そしてこうですよね。ですから、こういう感じのね、実は当然この方向が取れればいいんですが、こんな方法にしかこれは入らないんですよね。ですのでね、こう力の配分からするとですね、本来であれば、下へ下へで、先ほど言ったように、ね、90度のね、位置関係で、クッとね、平行で回してあげるっていうのがね、これ一番の理想なんですけども、その力関係のね、分散がね、絶対これはね、斜めにね、こう入ってしまうっていうね、形になりますので、そういった意味でね、これはね、結構ね、コツとですね、と力とですね、ちょっとしたようなね、まあ、道具がね、ある場合ですよね。で、その道具っていうのはね、どんな道具かというとですね、これもね、意外と手作りでね、使われて実際使ってる方もね、いますけど、ベースはね、ここの俗にランタンバイスというね、板をね、使ってね、まあ、DIY できるものなんですけど、わかりやすく言うとね、円形のね、こういった板をですね、ここに合う、まあ、板をこうくり抜いて、それをまあ、自分割してあげて、そして、左右からぐっと、挟んで、これをね、止めてあげるっていう。まあ、そういったようなランタンバイスですよね。もっと古くはね、関節州のね、コールマン本社の方のね、まあ、その、ビルというかね、まあ、今はね、ないんですけれども、まあ、リペアショップですよね。そこのね、まあ、リペアする人なんかがね、もう使ってたっていうね、まあ、バイス。あとはね、当時、コールマンの方でね、して、修理店舗、修理人みたいにね、まあ、認定を受けるためのね、まあ、講習なんかでもね、こう、配布というかね、されて、そういったまあ形でね、今もね、当時のものがこう実存どっかにしてるとは思うんですけども、そんなものがあればね、一応この方法はね、意外とね、いけます。ですので今ね、この状態ですよね。で、仮に何かね、まあ、バーをね、まあ、入れて、こういう感じでね、やろうとしてもね、これはかなりね、難儀なね、ことになります。ですのでね、一応ね、これもね、まあ、一人しかいませんよっていう場合はね、まあ、どうすればいいのかなというとね、これも先ほどと一緒とね、同じでですね、このバイスですよね。バイスをね、使ってですね、まあ、さっきと同じようにね、これもね、先ほど言ったのその、ここのね、ランタン用バイス、基本的にはね、理屈は一緒なんですけども、ただね、これの場合もね、今ね、ちょっとどうでしょう、理想のバーっていうのがね、ないのでね、そうですね、ちょっとどうでしょうね。今どうでしょう、今ちょっとね、もうこんなようなね、タイプレッシュの、これ、ストーブのね、これ、ジェネレーターの部分のね、ものがあったんですけど、ちょっとね、これだとね、非力、無垢なね、鉄じゃないのでね、まあ、どうかななんていうふうに、まあ、思いますけどもね、一応ね、こういう位置関係ですよね。つまり、ここでね、まあ、T の字のね、レンチができましたっていう状況を作ってあげて、ですね、回す感じですよね。で、今ね、もちろんこれ、手じゃね、まあ、
外れないんですよね。ですから今ねこれ外れない、ですよっていうね、状況よくわかるんですよね。ですからこれはね大体皆さんがね初めて、これ分解される方、ここまではねなんとかね、いくつんですけども大体はねどうすれば外れんのっていうのがね、このモデルですよね。ですので一応ね、まあ、ちょっとこれねこの段階でね実践する方がいいのか悪いのかというのを今もね実はちょっと躊躇ね、してる最中なんですけども、1点ここでもね、先ほどねここがね唯一こう入るポイントですよってね今先ほど説明しましたけれども、ただねここをねよーく見ていただくとねもうギリギリちょっとね際どい感じなんでしょうね。ですのでねもしこれをやる場合ですよね、こう回すときにですよね、ちょっとねずれちゃったりしたとかポンと跳ねてねした場合にこの辺りでポンとね、へこましてしまったりとかね、そういう、可能性もね、これにはね常にありますので、もしやられる場合はねまずまあ慎重にやるっていうのとですね、あとはねこのわずかなね、緩みのところをね、少しねもう少しね、タイトにねあのしてあげるためにね、こんなね紙ですよね、紙をねちょっとね、使ってねわずかなね、ここの、隙間なんですけどもね、これ実はね紙をねちょっとね入れてあげるだけでもね、意外とね、違います。で、最後までね、こんなようなね、テープですね、ビニールテープ。このあたりはね、こういうね、タイトにね、ちょっとこう巻きつけたりするにはね、便利なんですけども、これはね、力にはね、耐えきれずでですね、力入れるとね、ミキミキミキってね、ただここ、まあ割れるというかね、押し潰されるだけですのでね、参考までこのあたりはね、適正ではないです。ですので今ねこんな感じにしてですね、あとここのね、外出のところに、まあちょっと見づらくてすいませんけれども、まあ、バーをねきっちりとね止めてあげてですね。まあ、こうずれないようにですよね。で再度ねここのバイスはね、本来従来、こんなことをね、するためのね、これバイスではないのでねかなりこれ非力なね、小型のものですのでね、今はねちょっとここ位置関係上でこいつをね、使ってますけども、これをやる場合、理想はねもっとこうきっちりとねドスーンとしたね、もっとしっかりした、強靭なね、タイプのバイスが、理想です。ですのでね、今ね、こういう感じでですね、一人しかいない場合のやり方として、こんな感じでね、まあ、T の字ですよね、T の字の関係をね、作りまして、先ほどもね、ちょっとね、1本目のビデオでね説明したようにですね、手袋ですねここでね今ね、今手袋がね先ほど使ってどこ置いちゃったかなねえとこなんですけれども、まあ、こんなね、まあ、ビニール、ゴムですよね、ちょっとこう加工してあげてる、まあ、軍手ですよね。こんなのがあるとね非常にあのグリップがねググッと押さえ込みできますのでね、使うのがね理想ですよね。ですから、こんな感じでね、方法としてはこうですよね。で今ねここでもさらに、ね、ちょっとこれをやる場合は気をつけなきゃいけないのはね、今これ一人でやる方法ということでね、特にね気をつけてはいかないのはねここのところですよね、変にねこう曲がった角度で無理に回しちゃうとね、まあ、傷がついてへこんがついて、ダメにしちゃいましたという
くことがね、これは起きますのでね、非常にこれはね、まあ勘というかね、何回かね、こう失敗を繰り返してコツをつかむみたいなね、とこがありますのでね。ですので今ね、ちょうど今座った状態で今ね、ここもしっかり止まってますよと。そしてね、ここの位置関係、まあ理想は90度の位置がいいんですけども、先ほど言ったようにここのこう使ってるレンチ上どうしても傾きが、ね、出ちゃってますっていう、環境状況の中でね、今あえてですね、そしてここでね、きちんとね、今体重をねちょっとこっち側に、かけつつ、ここはねしっかりとね、この可能な限り90度のね関係をね、作るべき、感じで今ねしっかりと実は抑えてます。そしてね、ここでですね、時計のね、逆さですよね、時計とは逆回りでね、こういうふうにね、ちょっと今ね少しずつちょっと見ながら、やってですね、そうですね、今ねここの位置に来てね、今ちょっとこうね固く固定されている状態ですので、ここでね、先ほど言ったようにね、こっち側にね体重をちょっとかけつつ、そしてなおかつね、ここはしっかりとね、固定した状態で、今ね手袋こっちねやってないんですけどもね、当然こっち側もね、この手の手袋ですよね、今ね、代わりに片一方がねどっか今出張行っちゃったみたいでね、見当たらないのでね、この手袋ですね、これもね結構、グリップはねいいので、こっちはね今こっち使いますけれども、こういう感じですよね。でサイドですね、サイドね、ここでね位置を確かめてですね、慎重に、確認しながら、念のためここのねところが曲がって、収まってないかっていうのもね、再度ね、やる前に、確認をしてやってください。実はねこれ、私もねこの方法でね、やるのはね、まあかなり久しぶりです。ですのでね、今ねぶっつけ本番でね、実はね結構ね緊張してます。ですのでね、一応ね、最悪の場合、ここをね舐めてダメにね、させてしまうね、恐れがねあるんですけども、まあそれはね後で失敗でということでね、いいんじゃないかなとね思いましてね、今ねちょっとやってみますね。じゃあ再度ね、しっかり固定して力をこちら側にちょっと入れて、ですね、して、間違えていけないのはですね、時計の、逆ですよね、時計のね、逆回りですよね。今もね、ぶっちゃけちょっと緊張しすぎちゃってね、時計とはね逆回しじゃない方向に回そうとしちゃってましたのでね、再度、時計とはね逆に回すんだよということをね、自身に聞かせながら今ねここで今ねやりますね。今ねちょっとねやっぱりこのねバイスがねちょっと小さいものだったのでね、ちょっとねこれはね理想ではないので、ね、ちょっと今ねちょっとね力入れた瞬間滑っちゃったんですね。もう一度少しねあーっとね固く締めてみますね。
この後ろにねちょっと大型バイスがあるんですけどね、今カメラのね位置関係で大型バイスがね入らないのでね、これで、やってる見ます。これはね、今ね、このね、サム両面がね、これ実はね、ツルツルバージョンなんですよね。ですので今ね、どうしてもね、この場合だとね、滑っちゃうみたいですので、ちょっと滑り止めのね、まあ、ちょっと皮とね、皮だけでもね、意外とね、これがね、こういったようなね丸いものですので、ね滑る可能性があるのでね、皮プラスねこれ今ねヤスリをね今ねここでねかわします。こうするとね結構ねグリップが効いてね、まあ滑れないんじゃないかなっていうね、想定のもとです。そうですね、今ねこれこっちの方がね若干太いのでね、こいつをね今もう一度再装着してみますね。一応ねこれで今ねちょっとここを見てね、またここのねバイスのねここがねまたスリップねしちゃうようであればね、ちょっとこっちにあるね、大きなねバイスをちょっと使ってやろうかなってねそう思います。さて再度ねここのところをね確認してですね、位置関係ですね、これだけ90度に近い方向でかつですね力をこっちですよね入れてしっかりと、そして理想はねなるだけこういう感じですよね、高くもなければ低くもないっていうこういう、位置関係にね今なりまして、そうですね、やっぱね、ここはね、ま、あの響きすぎてねどうしてもねここがグググってね、なってしまいますけどね、ちょっとねここの今のバイスはね、ちょっと無理があるみたいですので、ここでね、ちょっとね場所をね、すいませんけどもね移動させていただけます。ですのでね、で今ここでちょっとね一回ここを切らせていただきましてね、3本目にね続きます。